すいません。え、あの首が痛いんですけど、首めっちゃ痛いんですけど、押してほしいんですけど、いいですか？あの、あさりさんじゃなくて、あさりさんじゃなくて、あさりさんじゃなくて、私お願いします。私、はい、首、うん、いいよ、ほぐします。え、どうしたの急に、何買ったの？痛くなって。痛くなっちゃった、はい、そっか、まあ、山さんが言うから俺ほぐしちゃおっかな。うん、うん、いいですか？はい、店長、店長いいですか？店長でしたっけ。よし、じゃあほぐします。いきましょう。山さんがね、首凝ってしんどいと言ってます、はい、はい、今からほぐすんですけども、首私すごくわかるんですよ、自身が経験してるから。はい、ね、私も首パンパンになります。硬いですよね。首しんどくなったらどうなりますか？そうですね、ちょっとこう吐き気が来たりとか、はい、頭痛が来たりとか、うん、もやもやとしてくるんで、やっぱり気分が沈んでいきますね。そうですね、確かに。で、なんかこの辺がしんどい人って目に現れるような気がするんですよ、私はね。なんか浅井さん見ててもなんか目が、ね、目の表情ね、がうわーって疲れてるんですよ。うわ、この人目疲れてるのか、首しんどいのか、なんかやろうなみたいな。なんかその疲れて、私はね、勝手に思ってるだけですよ、目に現れるような気がします、はい、今日はもう目ギラギラしてます。元気でしょ、今日は。元気です、ありがとうございます。はい、そんなことですね。で、お客様も実際多いですよね、首こりね。はい、うん、で、首をあんまり体重圧でグラッてやっちゃいけないし、あとクリクリクリっていうのも良くないです。で、私たちはその首っていうのは狭い範囲なんですけど、ラインたくさん取ってね、細かく一個ずつ狙っていけるように、施術してます。だから安心していらっしゃってほしいなと思いますね、はい、首こりさんもね。しか言ってないですね。はい、ということで山さんを施術行ってみたいと思います。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、一緒に、はい、レッツゴー。首が痛いのかな。はい、首の上の方、上の方痛いです。うん、上の方ね、上だるい、上だるい、いいってなる、いいってなるそうです。で、首の真ん中の方がしんどいかな、ね、この外の方、あ、外の方ってね、全部だということは、肩もしんどいよね、はい、え、ほんまに今ほんまにほんまです、肩しんどいです、肩もしんどいですよね、はい、うん、って言えば頭は、頭も痛いです。うわ、ですね、あ、プニプニしてますね、頭。そしたら目も疲れてるかもしれません。はい、疲れてます。はい、全部いただきました、全部、はい、まあ、今回はね、ちょっと首をやっていきたいと思います。はい、じゃあ山さんほぐしちゃいましょう。で、首はね、皆さんご存知の通り、デリケートですよね、あんまりグイーッとしたら危険なので、体重圧は使いません。指でコンと取っていきます。で、そして首のラインっていうのは非常に細かいですよね。首の範囲っていうのは狭いんだけども、その狭い中でもラインをたくさん取っていく、そういう作業を行うところですね。はい、ではやっていきましょう。いざ参る。さあ、聞いてたら声出してください。聞こえてきません。どういう声か。そうか、いいじゃなくて、まあ、聞いてる感じではあるのかな。あ、はい、聞いてます。なんですか、なるほどね。って言わないと。今ね、この後頭部後ろの方を押してますね。ここしんどいですよね。
まあ、壺とかね、たくさんありますね。大変凝ります。言ってしまえばそこだけでもいいという人もいるぐらいですよね。はい、ね、で、ちょっともうちょっと手元を写してもらっていいんですよ、うん、ね、ここね、ここ押す。焼肉の匂いしません？あ、してますね。しますね。なんですか、裏で焼肉焼いてるんですか？ご近所さんです。ね、真ん中のこの頸椎、真ん中の骨に近いところね、もうすごく凝りますよね。本当にこの細かい作業なんですけどね、ピーンと張ってきます。しんどくなると凝ってくるとね、それを取ってあげるっていうことですよね。なかなかちょっと画像でね、お伝えするの難しいかな。浅井さん、いつものように軽いフットワークでこう動画にしてくださいね、伝わるように。久しぶりすぎて。そっち、こっちじゃない、アングルとしたら。こっち、こっちですか。こっちでしょ、今首の外押してるよ。通常は、お客様にするときはね、この薄手のタオル1枚引いてやりますけども、今はね、皆さんに見ていただきたいので直接触れています。聞いとるか？めっちゃ聞いてます。めっちゃ聞いてる。はい。で、余計な重さとか大丈夫ですかね？全然大丈夫ですかね。はい。やっぱ大切なのは、そう、狙ってるコリだけに圧を届けるっていうのがね、重要になってきますよね。ぎゅーぎゅーぎゅー。はい。で、首の付け根いっちゃおうかな。首の付け根もしんどいよね。首の付け根ぎゅー。聞いとる？聞いてます。で、細い女性でもすごく首凝る人多いじゃないですか。ね、すごく、なんていうのかな、首のしんどさって集中力をなくしませんね、はい、めっちゃうなずいてる。わかるんですよ、僕も首はすごく凝る方なんで、すごくわかる。で、首を施術してもらうと本当気持ちよくて、すぐ眠っちゃいます。私、そんなことないですか、山田。もう眠い。はい、よし、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、おさるさんが寝たわ。肩もしますよね。肩もぎゅー。首の圧のそのイメージのまま肩に行くと、肩だとちょっと弱くなりがちですよね。ちょっと強めにいった方がいいよね。さっきも言いましたけど 1.2 か 1.5 倍ぐらいいった方がいいかな。肩、そして腕。すげえ、浅井さんすごい凝ってあるよ。山さん、いつもね、凝ってるんですよ。凝ってますね。はい、肩甲骨。さあ、肩甲骨。さあ、肩甲骨。肩甲骨を押すんじゃなくてね、肩甲骨のキワキワがね、すごく凝りますよね。ここ押すと、多くのお客様に、おおってね、お喜びいただけますね。そうですね。おおっつって、腕までとか、で、響くとか、上の方を押したら首まで、頭までとかね。ね、響く箇所変わってきますけどね。で、まあこんな感じで首肩ほぐすと、もう一回アップしてください。首ね、凝りそうなところ、この首の上、ここしんどい人いらっしゃらないですか？この後頭部のところね。はい、ぜひお客様見てらっしゃったら、メニューにあります、後頭部ね、後頭部メニューがあります。そちらを選択してください。あと、この首のね、骨に沿って中央部分しんどい人いますよね。あと、横もしんどい人いらっしゃいますね。肩にかけてグーってね、しんどいとかね。で、こう後ろに
首を後ろに倒したらこの首の付け根、ここに詰まり感を感じる人、首の付け根、ここもね疲れる人非常に多いですよね。ここです、ここ。あと首の前もそうです、ちょっと私映してください。首のここね、この筋肉、胸鎖乳突筋って言うんですけど、しんどい人いらっしゃってください。大丈夫です、ほぐします。ここしんどい人もたくさんいらっしゃいますよね。ここね結構多いですね。多いですよね、はい、であと鎖骨の上、ここ、このくぼみになっているところ、ここもねしんどい人多いですよね、はい、斜角筋とかね、うん、ここもねパンパンになられる方おられますね。ですね、ここもしんどいですよね、はい、で、ほぐすと非常に楽になります。ガチガチ専門ではここもほぐしてますので、しんどいという方ぜひいらしてください。はい、今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこちら、はい、こちらこちらこちら、チャンネル登録お願いします。こちらです。